皆さんこんにちは、パルチャンネルです。はい、ということで今回はシーンさんからジェルが出たということで、たくさんカラーをね実際に塗りながら紹介していきたいと思います。まずはこちらのマオミヤシリーズというのでしょうかね、猫ちゃんの可愛いマークがついたこのシリーズ気になってたんですが、8色セットを6箱注文いたしました。わー、可愛いですね。ボトルもしっかりしております。こちらのシリーズアリエクスプレスでも見たことがあるんですけれども、今回シーンさんでもね注文できるようになったみたいです。今回は実際に塗ってみて、質感でしたりテクスチャー、それから色味の感じを実際に紹介できればいいなと思っております。今回はこちらのカラーチャートに実際にカラーを塗っていこうと思います。まずはこちらのシリーズ、ミルキーカラー、パステルカラーといった優しい感じの色味のセットですね。テクスチャーはこんな感じで色味がはっきり出るタイプですね。ですが一度塗りだとムラになりやすいカラーかなと思いました。ですが色味の感じはとっても綺麗ですね。ホワイトが全体的に入ったそんな印象のカラーです。グリーンは少し薄めかなと思いました。そして、ゴールドとシルバーのグリッターも入ってます。はい、とってもいいカラーですね。このシリーズを見た時にこのカラーすごく欲しいなと思ったカラーです。とても綺麗で使いやすい、アートしやすいカラーかなと思いました。やっぱりねパステルカラーすごく好きなんですよね。綺麗、可愛い、そんな印象のカラーです。あとねこのゴールドとシルバーの使いやすいグリッターも入ってるのが良かったです。それではお次はこちらのシリーズ、ボトルはホワイトですね。で、こちらステッカーが貼ってありますが、こちらはクリアタイプのカラーです。ピンクがすごく鮮やかですね。蛍光色も入ってました。はい、こちらはクリアカラーなので透けた感じになりますが、色味がはっきり出るので夏にぴったりなんじゃないかなと思いました。綺麗ですね。で、ところどころ蛍光色が混ざってるかなと思います。ソーダみたいでとても美味しそうな色味ですよね。爽やかな感じがすごく好きです。はい、こんな感じでこちらのシリーズ塗れました。いや、綺麗な色味ですね。とっても美味しそうですし、透け感はこんな感じです。夏にぴったりのカラーですよね。で、ピンク、イエロー、グリーン、ブルーあたりがねブラックライトにも反応するような蛍光色でした。先ほどと比べるとこういった色味の違いです。はい、それでは次はこちら、こちらもボトルがホワイトのタイプなんですが、ステッカーがね1番と2番だけ違う種類でした。はい、こちらはアボガドクレヨンというシリーズなんでしょうかね。こってりとしたくすみカラーのクレヨンみたいな、ですが色味がはっきり出るタイプのカラーのシリーズですね。少し重みがある色味かなと思いました。こういったカラーはすごく塗りにくかったり均一にのせるのが難しかったりするんですけれども、ボトルタイプなのでさらっと全面塗りがしやすいタイプかなと思いました。そのあたりがねとてもいいところかなと思います。はい、塗れました。本当にクレヨンみたいなカラーでとっても可愛らしいですね。少しね色味が強いのでパール加工やマット加工をしたらすごく可愛くデザインできるんじゃないかなと思います。色味を比べるとこんな感じです。どちらも発色が鮮やかで綺麗ですね。続いてこちらのシリーズ、こちらはブラックのボトルですね。ブラックのボトルもすごくかっこよくていいなと思いました。こちらのシリーズはいろんなカラーがまんべんなく入っていて、透け感のあるシアー系のジェルですね。そしてこのパールがかった色味が、印象的です。すべてのカラーにすごく微粒子のパールが入ってますね。ゴールド寄りかな、ゴールドがかったパールが、全体的に入るそんなカラーですね。どれも使いやすそうなカラーで落ち着いた色味の雰囲気ですね。わー、はい、塗ることができました。均等にいろんなカラーが入っていて上品な色味となってますね。透け感はこのくらいです。落ち着いた色味ですがふんわりのせられるそんな印象かなと思いました。近くで見ると見えますかね、とっても綺麗な微粒子のゴールドパールが入ってますね。上品に仕上がるのが嬉しいカラーのセットです。続いてこちらのセット、こちらもブラックのボトルですね。
ね、同じシリーズが並んでると嬉しいです。そしてね、カラーチャートがなくなってしまいました。ここからはチップで、作っていきたいと思います。こちらのセットはシアー系のカラーで、ブラウン、ベージュ系のセットとなってます。どれも使いやすそうでチュルン系の、カラーとなってましたね。秋冬にもいい、そんな感じの色味かなと思いました。あとはオフィスネイルでも使えるような、肌なじみするカラーのセットかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。すべて透明感のあるシアー系のジェルで、ベージュ、ブラウン寄りの落ち着いた雰囲気のカラーセットですね。ホワイトなんかも入ってるので使いやすそうです。それでは最後のボックスです。こちらもブラックのボトルでした。こちらは先ほどと似たようなシアー系のカラーなんですが、全体的にピンク、オレンジ寄りのカラーセットですね。すべて透明感のあるチュルン系のネイルが作れる感じですね。こちらもオフィスネイルにもいいんじゃないかなと思いました。どれもおしゃれな色味で、私一番よく使う色のセットかなと思います。透明感のあるピンク系のジェルは本当によく使うので、ベースカラーにもいいんじゃないかなと思いました。透け感はこのくらいです。どれもね、捨て色がないですね。オフィスネイルや上品なネイル、最近流行りのチュルン系、特にこの色よく使いますね。シアー系のベースカラーを集めたい方はこのセットすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらはマオミヤジェルシリーズでした。どれもね、とっても可愛らしい色味、系統別にカラーがセットになっているのが嬉しいボトルタイプでしたね。テクスチャーや色味の質感、参考になれば幸いです。皆さんはどのカラーがお好きでしたか？はい、そしてこちらのセットも、注文しておきました。こちらはマオミヤシリーズのベーストップマットコートの3本セットですね。実はこちらのカラーの上にはトップコートでコーティングをしてあります。とてもツヤ感もいいですし、硬化も早かったかなと思います。テクスチャーはこんな感じで、結構ね、固めのパキッとした仕上がりかなと思います。ベーストップまで同じシリーズで揃えられるのは嬉しいですね。はい、続いてはこちらのシリーズ。こちらはピンクのボトルがとても可愛らしかったです。少し気になっていたシリーズなんですけれども、ボトルはしっかりしてますね。この肌なじみのいいシアー系のピンクが、たくさんラインナップされてたシリーズで、実際に塗ってみると、こちらのカラーはピンクというよりは少しオレンジがかった濃いめのベージュピンク、このくらいのね、本当に肌なじみするカラーでした。二度塗りでこのくらい色味が出ます。ボトルが結構気に入りました。ピンクが可愛らしいです。こんな感じで肌なじみするカラーですね。そしてこちらはクリアホワイト。これはね、大変よく使うカラーなんじゃないかなと思ったので注文いたしました。かなり透明感のあるホワイトですね。クリアに近いかもしれないです。このくらい透けてますね。ですがこの二度塗りでかなりはっきりとしたホワイトの色味が出るかなと思いました。それでも透け感はあります。このシアーホワイトはニュアンスネイル、大理石、それからちょっとしたグラデーションフレンチなんかにもね、使いやすいんじゃないかなと思って、一つは持っているといいなと思ったカラーです。単体で買えるのが嬉しいですね。こちらジェルの量もたくさん入っているので、普段使いにはいいなと思いました。はい、お次はこちら。こちらのシリーズキラキラですね。あ、パッケージがめっちゃピンクでキラキラで可愛いです。パッケージ可愛いとテンション上がりますよね。こちらはですね、キャッツアイジェルシリーズですね。とっても綺麗なカラーだったので、試してみたいなと思いました。わ、すっごいキラキラですね。これ思ってた以上にキラキラした綺麗な輝きです。ではマグネットを当てていきます。立ち上がってきましたね。でマグネットを当てて、弾いたところがこうブルーになっていくという感じですね。少しオーロラエフェクトみたいな印象です。とっても綺麗ですね。それではちょっと形を作っていきます。はい、こんな感じでラインを作っていきました。このマグネットの部分はホワイトのようなキラキラした反射で、ベースのカラーがブルーに
見えるという感じのマグネットですね。めちゃくちゃ綺麗です。キラキラ感がとてもいいですね。そしてお次はこちらはピンクの反射ですね。まずは塗ってマグネットを当てていきます。見てください、ブルール感このねオレンジとピンクが少し混ざったようなオーロラのようなエフェクトが入ってるかなと思います。形を作ります。マグネットのラインはホワイト寄りで、ベースのカラーがピンクオレンジの反射でとっても綺麗ですね。こちらのシリーズすごく気になってたんですが、めちゃくちゃ綺麗で、マグネットジェルとしてはすごくいいものなんじゃないかなと思います。はい、ブルーの方はムーンストーンみたいな輝きで、こちらもとっても綺麗ですね。少しベースカラーが見えて透け感はこのくらいです。あまり透けないかなという気がしますが、少し透明感があるかなという気がします。このシリーズとっても綺麗で集めたいなと思いました。ボトルもピンクのメタリックでとっても綺麗でした。そしてお次はこちらのマグネットジェル。こちらもねマグネットシリーズなんですが、ボトルは少し小さめでプラスチックの素材でできてました。グリーンとブルーの輝きみたいですね。とても綺麗な輝きだったんですよ、写真だと。わっ、すでにねこのグリッターキラキラ感がすごいです。それでは塗って試していきたいと思います。ベースカラーは少しブラックが入っていますね。クリアブラックのベースにマグネットを当てると、はい、浮かび上がってきました。こちらはですね、立ち上がったマグネットにブルーのカラーが入っているというマグネットジェルですね。うわ、めちゃくちゃ綺麗です。ギャラクシーネイルにもぴったりなんじゃないかなと思いました。はい、全体にねこうブルーが立ち上がっても綺麗ですし、ラインを入れてもいいかなと思います。それではね少し模様を作っていきたいと思います。マグネットの動きもすごくいいですね。先端の方に集めたデザインでもいいですし、私は今回はこういったラインで作っていこうかなと思います。はい、そしてお次はこちらグリーンですね。写真で見るとグリーンとパープルの、反射になるのかなという気がします。それでは当てていきます。グリーンが浮かび上がってきました。本当にギャラクシー感がすごいですね。このジェルの量を多くするとこのグリーンやブルーのカラーがより浮き上がってくるかなという感じがします。模様を描いていきます。はい、こちらもねとっても綺麗なキラキラ感ですね。奥行きが出るのがいいかなと思いました。二度塗りでよりはっきりとした色味を出すことができますね。こんな感じでラインを描きました。透明感もあってすごくいいです。はい、こちらのマグネットもすっごく綺麗だなと思いました。並べてみると色の違いがわかるかなと思うのですが、ボトルにある通りパープルと、それぞれのカラーが混じったような反射になってるかなと思います。パープルからグリーン、パープルからブルー、変更エフェクトのような気がします。そしてよく見るこういったデザインもできるジェルかなと思います。先端グラデーションでマグネットフレンチのラインが入ったデザインです。ラインに色味を出したいときはこちらのジェルですね。あとはベースカラーに入っているグリッターもめちゃくちゃキラキラしてました。お次はこちら。こちらはジェルではないのですが、オーロラパウダーがリキッド状になったものですね。以前にも紹介したことあるんですけれども、シーンさんからでもこちらのリキッドタイプが出てました。こちらすごく手軽に使えて使いやすいんですよね。今回はピンクとグリーンの反射を選びました。それではクリアホワイトを塗ったチップの上に乗せていきたいと思います。まずはこちらのダスティーパープル、ピンクのように見えてたんですがダスティーパープルというカラーですね。はい、このオーロラパウダーすごくよく乗りますね。あ、ちなみにこれすぐ気化してしまうので、しっかりとすぐに蓋を閉めた方がいいと思います。それではね指でこすっていきます。どうかな。はい、しっかりとオーロラエフェクト出ました。ちょっと粒子が大きく残るかなという印象ですが、トップを塗るとねだいぶ緩和されるかなという気がします。綺麗ですね。そしてこちらはグリーン、グリーンですがカラーとしてはミントブルーというカラーみたいですね。こちらもすごく綺麗にオーロラエフェクト乗ります。こちらのリキッドを乗せて乾いたら指でこすっていきます。はい、綺麗なオーロラ出ましたね。こちらの方が粒子は、目立たないかなと思いました。はい、
いいですね、そしたらこの上にトップを塗っていきたいと思います。トップを塗ると少し粒子が目立たなくなるかなという気がします。はい、出来上がりました。ダスティーパープルとミントブルーというカラーですね。しっかり透明感もあって、オーロラエフェクトかかってうるうるちゅるんなネイルができますね。はい、今塗った、マグネットジェル、そして、オーロラリキッドの、チップ並べてみるとこんな感じです。どれも透明感がありますね。不透明という感じではないです。こちらの、リキッドボトルもガラスでできててしっかりした作りでした。これすぐ気化してしまうのでしっかりと蓋を閉めてください。あとリキッドタイプは粉飛びしないのが嬉しいので、用途に合わせて選べるといいですね。そしてお次はこちら、ちょっと面白いジェルがあったので選んでみました。石膏ジェルというものですね。石膏と書いてあります。立体的なアートができる感じなんですが、本当に石膏を乗せたようなアートができるようですね。はい、中はね、こんな感じでふわふわしたような印象ですね。触ってみるとホイップクリームみたいな質感でした。ではね、こちらを早速乗せていきたいと思います。あ、しっかり流れずに立体的に作ることができますね。しっかりと角も立つので作りたい形にできるかなと思います。流れたりはしません。はい、硬化が終わりました。わ、すごいザラザラしてます。これね、トップ塗らなくて大丈夫な感じですね。ノンワイプになってます。はい、ホワイトはね、使いやすそうなカラーだなと思いました。いいですね、6色セット嬉しいです。ブラック、ピンク、ブルー、そしてグリーン、モスグリーンのようなね。でこれはベージュっぽいカラーでしたね。はい、すべて試してみました。どれもね、使いやすそうなカラーでいいかなと思いましたが、ピンク、ブルーは写真よりも鮮やかで、ベージュに関しては色味が全く違うんじゃないかなと思いました。こっちの方が使いやすいので私的にはいいんですけどね。これでアートの幅も広がりそうです。はい、続いてはこちら。こちらはですね、丸い薄いケースに入っているものなんですが、こちらはソリッドジェルですね。固形タイプのジェルです。あ、結構思ったより柔らかいかなという印象でした。こんな感じで、この色味がね、すごく良さげだったので注文してみました。テクスチャーね、かなり柔らかいです。固形タイプでもいろんな硬さがあるのですが、このくらいの柔らかさですね。塗ってみます。発色は申し分なしですね。それから柔らかいのでセルフレベリングもとっても綺麗にいきました。はい、この色味いいですね。ではこちらのグリーンも塗ってみます。発色は、申し分なしです。かなり塗りやすいかなと思いました。綺麗ですね。一度塗りでこの色が出るのはとても嬉しいです。このね、ブルーとグリーンがすごくいい組み合わせだったので、こちらのジェル欲しいなと思って試してみました。見たまんまの発色かなと思います。すごいですね、固形タイプのジェルも出てました。はい、そしてお次はこちら。これもね、面白いジェルなんですけれども、ケースが四角くてちょっと変わったタイプですね。よく中華ネイルで見かける、そんなジェルのパッケージでした。はい、蓋を開けるとこちらスパイダージェルと呼ばれるもので、はい、見てください。この糸を引いた感じ見えますかね。これでアートをしていくものなんですが、こちらはクリアタイプのもので、アートをした後にミラーパウダーをのせることができるみたいなんですね。それでは先ほどのマットトップを使って塗ってから、試してみたいと思います。はい、マットコート、とても綺麗な仕上がりでした。サラサラしててしっかりマット加工になってますね。それではこちらのスパイダージェルを取って、こんな感じで自由にラインを引いていきます。かなり細い線が描けますね。スパイダージェルね、試してみたかったんですが、やっと試すことができました。シンさん何でも出てきますね。とりあえずこちらの、ネイルには斜めにラインを入れていきたいと思います。ちょっと難しいんですが、練習が必要ですね。ですが糸を引く感じがね、本当に蜘蛛の巣みたいだなと思いました。
公開が終わりました。こちらもねシーンさんで購入したミラーパウダーのセットなんですが、このゴールド塗ってみます。おお、綺麗に乗りますね。そしてかなり細いラインだったんですが、そのラインの上にもしっかりとパウダー乗ってます。すごいですね。あ、こんなアートできるんですね。これはねちょっと練習して、いろんなデザイン楽しみたいなと思いました。パウダーを落としていきます。細い線だったので大丈夫かなと思ったんですが、見てください、線の上にだけしっかりとゴールドのミラーが乗ってますね。素晴らしいです。これはマットトップがサラサラしているので、しっかりパウダーを落とせたのかなと思ってます。それでは、こちらはトップを塗って完成です。いいですね。こちらのスパイダージェル、とってもおしゃれなデザインが多かったので、ずっと試したいなと思ってました。このジェルはクリアなので、ミラーパウダーの色を変えていろんなデザインができますね。はい、そしてお次はこちら。こちらもスパイダージェルなんですが、ブラックとホワイトのセットです。先ほどと同じように糸を引くような感じのジェルで、はい、すごい糸引いてます面白いですよね。それではホワイトを試していきたいと思います。こちらはね、斜めにちょっと線を入れていこうかなと思います。かなり細い線まで描けるのでいいなと思いました。ラインジェルと書いてありましたね。そしてブラック、こちらはゆっくりと慎重に線を入れていこうかなと思います。パキッとしていいですね。ゆっくりと線を入れて少し斜めにしたりして、これめちゃくちゃ面白かったです、ただね、自分の好きなところにラインを入れるのは練習が必要かなと思いました。はい、ブラックはねパキッとした印象でとってもかっこいい印象ですね。そしてこっちのジェルにものせられるのかなと思ったんですが、パウダーのせることができました。ホワイトとブラックもノンワイプの仕上がりになってますので、上からトップを塗る必要はありません。パウダーをのせたらトップを塗って完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。おしゃれなデザインで海外ネイルアートみたいなのができそうですね。触っても大丈夫です。しっかりノンワイプになってますね。こちらクリアとブラックとホワイトがあれば、どのアートでも大丈夫なのではないかなと思いました。はい、最後はこちら、ネイルマシーンにつけるビットですね。こんなにたくさんのセットが入っておりました。開けてみると、この開けた時にねビットが少し立ち上がるのが使いやすそうですね。このオフに使うこのビットが欲しかったので、今回ね注文してみました。あとね、いろんなタイプのものが入ってるので、ちょっと試して使っていこうかなと思います。この形もね欲しかったんですよね。いいかなと思います。そろそろ変えないといけないなと思っていたので、こういったね細いものも入ってるので、ケアもしやすそうです。いろんなサイズが入ってるのが嬉しいですね。先端が細いもの、それから丸くなってるものも入ってるので、オフからケアまで、全て網羅できるセットになってるんじゃないかなと思います。何でも揃ってしまいますね。はい、お疲れ様でした。ということでね、今回はシーンさんのジェル、50色以上レビューしていきました。このカラーも素敵でしたね。そして、私一番欲しかったこちらのクリアカラー、夏にぴったりのカラーでしたね。これも鮮やかでとっても良かったです。これはねアートしやすいカラーで、全てね同じラインで揃えることができたので、なんかすごいなと思いました。嬉しかったです。こちらはねいつでも使える、そんなタイプのカラーですよね。シーンさんでジェルが出たということで、たくさんレビューしていきました。皆さんはどのタイプのジェルがお好きでしたでしょうか。こういったねアート系のジェルも増えていたので、すごく充実したラインナップになってきたんじゃないかなと思います。今回もねクーポンを出していただきました。お買い物の際にはぜひご活用ください。概要欄の方に、詳細貼っておきます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、TikTokもありますので、ぜひよろしくお願いいたします。暑さに負けず夏を乗り切りましょう。